機関カプセルを再現した模型。ルナ16号は、ソビエト連邦の無人月探査機。1970年9月12日に打ち上げられ、月面の資料を採取し地球へ送った。無人探査機で月の石を地球に持ち帰ることに、成功したのは、ルナ16号が初めてだった。設計と製作は、ゲオルギー・ババキン率いる。 ラーボチュキン設計局が担当した。ルナ16号は高架ステージと上昇ステージの2つから構成されていた。高架ステージは探査機を月面に着陸させる機能を担った。エアバッグによる着陸を行ったルナ9号、ルナ13号と異なり、ルナ16号はロケットを噴射しながら探査機全体が4本の足で軟着陸する設計になっていた。カメラ 温度計、放射線計といった機器も搭載され、着陸後の科学的観測もいった。上昇ステージは降下ステージの上に取り付けられていた。月面から発射され、地球へ資料を送り届ける役割があった。上昇する際に使用するロケットエンジンと資料を封入し大気圏に突入するためのカプセルを備えていた。月面からの打ち上げの際には降下ステージが、 発射台としての役目を果たした。全体での重量は5.6トンに達した。打ち上げには、プロトンロケットが使用された。1970年9月12日、ルナ16号は、バイコヌール宇宙基地から、プロトンロケットによって打ち上げられた。打ち上げは、順調に進み、探査機は打ち上げロケットの地球軌道脱出ステージと、結合したまま地球周回軌道に投入された。 同日中に脱出ステージが点火され、月へ向かう軌道に乗せられた。脱出ステージはその後切り離された。翌9月13日、軌道の微修正が行われた。9月17日、ルナ16号は高度 111km の月周回軌道に投入された。探査機はしばらく月周回軌道にとどまり、月の重力以上の観測を行った9月20日。 降下ステージの逆噴射により探査機はつき、周回軌道を離れて月面への降下を開始した。降下は順調に進んだ。高度20メートルでメインの逆噴射エンジンが停止し、続いて副エンジンが点火された。高度2メートルで全エンジンの噴射を停止した。そして世界時5時18分、ルナ16号は豊かな海への南着陸に成功した。 着陸地点は夜を迎えていた。しばらくして硬化ステージに取り付けられていた最終装置が展開し、付近の土壌を掘削して上昇ステージのカプセルに送り込んだ。9月21日、土壌サンプルの封入が終わり、上昇ステージは月面を離れた。残された硬化ステージは月面の放射線の観測を続けた。9月24日、カプセルが 地球の大気圏に突入し、カザフスタンに着地した。回収された月の土壌の質量は 101g だった。ありがとうございます。